覚悟はできた？魂の不安がある声だ。どうだ？アフタヌーンティーにしようか。治療が必要。声を出さない。苦しんでいる人間に慈悲くらいはある。アフタヌーンティーにしようか。時期を見て動きましょう。せっ。五行推進、万物となる。アフタヌーンティーにしようか。時期を見て動きましょう。はっやっやっはっやっやっはっやっやっ炎上の光。時期を見て動きましょう。五行数数万物となる。どうだ。アフタヌーンティーにしようか。声を出さないで。アフタヌーンティーにしようか。
声を出さないで。どうだ。イエス、キャプテン。艦長、次の行動場所を教えてください。もう大丈夫。炎上の光。どうですか。声を出さないで。どうだ。敵捜索中。どうだ。時期を見て動きましょう。声を出さないで。時期を見て動きましょう。時期を見て動きましょう。行きましょう。ここの気は乱れています。来ました。時期を見て動きましょう。せっやった。どうだ。ブローニャ、行動中。高強度バリア、圧電端結晶、永久磁石。博士が必要としているものはこの辺りで見つけられそう？できるかもしれませんが、範囲的に少し広すぎると思います。どうしますか、テレサ様？はい、かしこまりました。協力してもらえそうなバルキリーを探してきます。テレサ様はリストにあった残りのものを探してください。ええ、助かるわ。アフタヌーンティーにしようか。
琥珀、そっちはどう？こっちは収集できたわ。こちらも完了しました、テレサ様。ええ、もう一度確認しましょう。見落としがなければ戻りましょう。アフタヌーンティーにしようか。テスラ博士。うん、何？忙しいんだけど。約束の律者の力に対する対抗実験を行うことになったわ。約束？なんて？あんたたち暇なの？どうして急にそんなことになってるのよ。これは、ん？振動する力場、総裁、新たな栄光。いいわ。確かに面白そうね。じゃあ、何かしてほしいことはある？いや、今は測定器が足りないのよ。測定器？崩壊エネルギーの測定器かしら？そうよ。十分に精密な測定器がないと、実験データを測定できないわ。ボサ頭は私のところから一つもらおうとしたんだけど、残念ながら、ついさっき分解してしまったのよ。分解？いや、だって、その中に必要なパーツがあったから、まさか分解してすぐにあんたたちが来るなんて知らなかったし。それに、もともと崩壊エネルギーの微量な変化の測定に使うものだし、他の用途は特にないもの。ええ、バルキリー部隊は特にこの辺りに実地調査の任務に出ることがあります。崩壊エネルギー濃度の調査というものですね。あ、そういえばスーサナはちょうどそういう任務を行ってたわね。一緒に崩壊エネルギー装置の回収をしたもの。スーサナさん、確かに彼女はそういった装置を持っているかもしれません。それに目的が実地調査でしたら、微量な崩壊エネルギーの変化も検出できるはずです。探しに行きましょう。彼女の居場所は把握してるわ。どうだ？敵、捜索中。時期を見て動きましょう。やっ、やっ、付き合い、はっ、やっ、やっ、はっ、やっ、せっ、やっ、やっ、せっ、やっ。五行創生、万物となる。どうだ、戦後司令。スーサナ。え、テレサ様。それに、琥珀様。どうして琥珀を見た時の反応の方が大きいのよ。だって琥珀様は今回の審査の担当者ですもん。琥珀様、私サボってなんかいませんよ。安心してください、スーサナさん。審査しに来たわけじゃありません。スーサナ、崩壊エネルギーの測定に使ってた装置はまだ持ってるの？あ、はい、これですよね。ええ、この装置です。これだけの精度があれば、必要なデータを測定できるはずです。よかった。スーサナ、この装置を少し借りてもいいかしら？あ、
いいんですけど、ルール上装置の貸し出しには申請手続きがあって。大丈夫です、スーサナさん。今回は特殊な状況ですから、私が許可します。え？手続きしなくてもいいんですか？よかった。ありがとう、スーサナ。本当に助かったわ。え？本当ですか？あまり使わない装置を貸しただけですが。とにかく、本当にありがとう。行きましょう、琥珀。これで崩壊エネルギー測定器の件は解決ね。あ、テレサ様、琥珀様、行ってらっしゃいませ。どうだ？イエス、キャプテン。戻ったわよ。ああ、こちらの準備作業もほとんど完了した。リストに書いたものは全て揃えられたかい？ええ、全部ここにあるわ。わかった。では最後のセッティングを始める。博士、手伝います。ああ、人手は多い方がいい。最後に小型無人機を使って50メートルの高さから目標容器に崩壊エネルギーを注入し続ける。進捗 50% 75% 100% 125%。 実験はいつでも開始できるよ、テレサさん。了解。制約の十字架起動。容器内の崩壊エネルギーの含有量がゼロになった。テレサさん、神の鍵の力を少し減少させてくれ。分かったわ。よし、容器内の崩壊エネルギーの含有量は 42%、45%、50%。このままキープしてくれ。ええ。今の右側の出力を覚えて、同じ力で逆の方向から左側の鎖を使って目標に強弱出力してみてくれ。準備できたわ。カウントダウン3、2、1、はじめ。容器内の崩壊エネルギーの含有量は 100%、 125%、 150%。 はあ、それって2つの異なる約束の律者の力をコントロールされた状態で重ね合わせると本当に相殺できるってこと？そのようね。約束の律者の力は、簡単に言うと力場範囲内のあらゆる崩壊エネルギーを消す力なの。だから測定器の数値は最初はゼロになったわ。だけど左側の強弱出力を始めた後、数値は 100% に戻って、さらに崩壊エネルギーの継続注入によって上昇し続けた。つまり2つの力が相殺されると、新たに注入された崩壊エネルギーが容器内に残るのよ。もし2つの力を単純に重ね合わせた状態だったら、測定器の数値は 50% から 0% に減少するはずよ。ああ、
長光さんの分析は非常に分かりやすいね。互いに相殺する力。琥珀、おじい様はそれを知ってるの？お父様もそう推測したのですが、私の知っている限り今日のような実験は行われていないかと。けど相手があの人だもの。私たちが生まれる前にとうに研究し尽くした。そう言われてもおかしくはないわ。とにかく今日の実験は律者の力に関する研究としてとても参考になったわ。ありがとうテレサ。こちらこそ、私に協力してくれてありがとう。どうしました博士。いや、なんでもない。できれば今回の実験結果が役立つ日が永遠に来ないことを願っているだけさ。確かにそう願ってしまうわね。声を出さないで。死神にだって退屈を感じる。